天皇皇后両陛下が光を研究する学者が集まる国際会議に出席されました。パーティー会場ではノーベル賞を受賞した日本人研究者にも声をかけられていました。両陛下は21日午後、東京新宿区のホテルで国際工学委員会が主催する会議の開会式に出席されました。式には世界各国からおよそ600人の研究者などが参加し、来賓として小池百合子都知事も挨拶しました。式の後に開かれたパーティーにはノーベル賞を受賞した天野博教授と梶田隆章教授も出席していて、両陛下はまたお会いしましたねと話し、それぞれの現在の研究内容を聞くと頑張ってくださいと声をかけられたということです。両陛下は22日から長野県の軽井沢で静養に入られます。